ありがとうございます。朝倉海 VS 滝沢健太、そしてもう一つ大木久保弘正 VS 井上直樹、この2試合の勝者が31日もう1試合決勝を戦うと、まあ、非常に過酷なトーナメントになると思いますが、この4人が大晦日主役として躍動します。そうですね、まず準決勝楽内できたなっていう、率直な感想と、まあ、あとこのトーナメントは、まあ、僕の中では優勝して当たり前だと思ってるし、あの通過点だと思ってるんで、まあ、他の3人とレベルの違いをしっかり見せて、必ず優勝します。楽しみにしてください。滝沢健太です。まあ、何も持ってない僕が富明誠地から全てを持ってる朝倉海選手から全てを奪ってやろうと思ってます。滝沢健太の成り上がりに注目してください。オス、まあ、いかにダメージを負わないように、戦うかっていうところと、まあ、本当に最後は、気持ちの戦いになってくるかなと思ってます。楽な相手というか、いかにこうダメージをもらわないって今言ってたんですけど、まあ、それ考えてる時点でちょっとあの守り入ってるかなと思ってるんで、あの、まあ、ガンガンバチバチやって倒してやろうと思ってます。そうですね、何の問題もないと思ってます。はい、はい、井上直樹です。今回準決勝決勝も勝って優勝して、しっかりいい形で今年最後締めくくりたいと思います。僕はあの時から、心の底から幸せだと思ったことはありません。5年前僕は UFC の切符をつかみかけました。でもその切符をつかんだのは、当時19歳の、彼でした。このトーナメント始まってから僕は井上選手のことしか、見えていません。リングの上でやっと会えるのが楽しみです。必ず勝ちます。そしてこの4人の中で最後笑ってるのは僕です。リザーブマッチに選んでいただいてありがとうございました。まあ、グランプリ、敗退して、でもチャンスないかなと思ってたんですけど、まあ、こういう形でオファーをいただいて、受けさせてもらいました。まあ、相手の元谷選手、昔から知ってて、で、好戦的なファイターやなと思ってるんですけど、まあ、最近ちょっと弱くなったかなと思っているんで、まあ、今の僕どんどん強くなってるんで、まあ、絶対勝てるかなと思ってます。ディープの元谷です。まあ、前回負けて、まあ、こういうチャンスをいただけて本当に嬉しく思います。で、まあ、まあ、前回悔しい思いしたんで、次の試合にしっかりぶつけたいと思います。対戦相手の元谷選手の印象は、まあ、すごいこう前に出てくるというか、で決め力があるなっていうぐらいですかね。ほんで、もしリザーブで決勝とか上がるってなったとしても、気持ちでは、まあ、意地とか根性は誰にも負けないと思ってるんで、まあ、そこは問題ないと思ってます。まあ、アグレッシブで、すごく激しい選手だなと。あと組も寝技も、まあ、全体的にそつなくできる選手だなと思ってます。では決勝については、まあ、しっかり準備して、いけるようにやっていきたいと思います。お願いします。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いします。